ゲームを来ていただいてありがとうございます。加藤氏の、で焼き物やってます。東条秋津窯の藤村拓太です。よろしくお願いします。で、まあ普段はいろんな食器とかそこに今日も並んでるんですけど、まあマグカップとか茶碗とか。今の時期10月最近稲刈りが終わったところなんですけど、まあ、一番実った山の時期の風景が見られます。でその稲刈り終わった後に、田んぼの表土ですね、まあ、田んぼでも地層と表面の土ってまた違うんですけど、じゃあ天のひらでポンちょっとろくろ左手で回しながら、まあちょっと押さえる感じで、はい、それでいいです。でここでまあ底のこどれぐらい残すかっていう、高台つける人は厚めに残して、いらない人はもうまあ1センチぐらいで残して。あ、迷ってるね。もうゆっくりでいいですよ、決まったらね、はい、ちょっと違うとすいません、 OK です、はい、実際どういった方が来られるんですか。その僕姫路から来ましたけど、はいはい、結構ね加古川とか明石とか最近多いですね。これ越えてきたりするんですか。そうですね、これとかお香だとかですね、お香お香の線香型の、あすごい薪の木で焼く窯で、うん、父親が友達と二人で作った窯です。窯です。レンガですか。これレンガですね。耐火レンガって火に強い、はいはいはい、キッチンみたいな。いやなんか憧れますよ、ね。そうん。
生で乾いてる、はい、こっから素焼きしてもうだいぶ硬いですね。そうもうカチカチですけど見覚えはあります器の2枚じゃないですけど、何個ぐらい作るのか。これ、何個ぐらいでしょうね。結構量あるんですよ、ね。そうですね。お茶碗だと、でも、10個もいかないと思うんですね。でこうかけます、うん中かけて、はい、で外いきます、うん、そうかそうですその白くて光沢のあるガラスコーティングになるっていう、うんうん、今の錦の初期を始められてるそのタッカさんが今の錦が好きやったっていうのがあるんですよね。きっかけっていうのは、はい、その展示会、まあ、その晩秋清水屋で展示会当時秋津釜っていう屋号で展示会してた時に、うんお客さんから東条秋津って言ったら本田商店の秋津の銘柄でいい高級なお酒あるよねっていう時っていうのを初めて聞かされて、特営地域っていうのがうちのこの山の下の田んぼなんだっていうのを初めて知りまして、作るっていうことでぐい飲みなので、まあ初心者の方っていうか今まで経験ない方でも作りやすい形大きさではあると思うんで、そういう意味では、まあ、陶芸ちょっとやりたいなっていう方にも今作って8年目になるんですけど、やっぱそのきっかけとなった本田商店さんと何かしたいなっていうのはずっと漠然とは一人悶々とは思ってたんですけど、でそんな時に本田商店の酒蔵さん、酒蔵で東条の秋津とでぐい飲み体験とそういったお話もその本田社長もすごくですね快く受けていただいて、本当に僕の夢も叶ったすごいいいイベントですので、はい、めちゃくちゃ感謝しております。
まあ、それが今後、まあ、次12月3日に第2回あるんですけど、そういう企画をずっと続けていただきたいです。